スノーマンの安倍良平がリブニュースイットフジテレビ系7月27日放送会に生出演。SDG 特別企画が放送される。月に1回定期出演するマンスリースペシャルキャスターとして SDG 特別企画に出演中の安倍。今回で8回目の放送となる。今回のテーマは航空業界の SDG。 世界全体で約2%にも及ぶという航空業界から排出される二酸化炭素。今二酸化炭素削減に向けてどんな取り組みをしているのかの実態に迫るべく、安倍は JAL をバー採用されている最新飛行機ナの総合訓練施設などを、一途、お天気キャスターガチャピンと共に取材する。まず、 安倍とガチャピンが向かったのは羽田空港の滑走路を目の前に据えるジャルへの格納庫。飛行機の進化が二酸化炭素排出量の削減にどのように貢献しているのかを調査していくことに。また、特別に取材を許可された最新コックピットに安倍も大興奮。これから広がりゆく飛行機の未来を存分に感じ取れる取材となった。 さらに、オナの総合訓練施設では、飛行機のジェットエンジンに注目し、巨大エンジンがどのように SDG に貢献しているのかを探る。気象予報士の資格を持つ安倍が案内されたのは、これまでほとんど公開されてこなかったナエの頭脳とも言われる特別な部署。気象条件によって飛行ルートをどのように変えているのか、 それによって二酸化炭素排出量はどれほど変わるのかを安倍ならではの視点から取材する。今回の出演でも安倍は気象予報士の資格を生かしてガチャピンとともに天気コーナー、空読みを担当する。コメント安倍良平、スノーマン、SDG スペシャルキャスター、最新の飛行機や普段入ることのできない場所を取材できて素晴らしい経験でした。 航空業界が SDG として二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいることが、実はそのまま乗客の利便性向上や燃料費の削減といった航空業界としてのメリットにもつながっているのだと気づきました。チーフプロデューサー渡辺隆フジテレビニュース総局報道局、今回は安倍さんに、航空業界の SDG を取材していただきました。 近年の日本では集中豪雨や大型台風などの異常気象が頻繁に起きる事態になっています。日々の暮らしを守る観点からも、二酸化炭素の削減は、垣根を越えて取り組む必要がある喫緊の課題です。安倍さんとガチャピンの息の合ったナコンビの取材を通して、多くの方々が関心を持つ機会になればと思います。